Kalfa Channel。 こちらは東京都内の某居酒屋です。この包丁は今まさにホルモンをさばいて水でさっと流しただけの状態です。これから ATP 拭き取り試験をしてみたいと思います。 ATP 拭き取り試験はしっかりと洗えているかを調べるための衛生管理試験なので、基本的には水で流しただけのものを計測しませんが、洗わないとどうなるかの参考になればと思います。さて、どのくらいの数値が出るのでしょうか。44万。この数字44万。これ当たり前なんです。これ当たり前なんでしょうがないです。じゃあ今から洗いますね。44万という数値はかなりすごいですね。それではこれからカルファケミカル社の ATP カットという洗浄剤で洗ってみましょう。計測器メーカーのキッコーマンバイオケミファによりますと、 ATP は菌などの微生物、肉、魚や野菜などの食べ物、人の汗、唾液などの体液といった生き物を含む多くの有機物に含まれています。 ATP がたくさん残っていることは、食品製造の現場では微生物増殖リスク、医療の現場では感染症汚染のリスク、清掃の現場でも洗浄残りとして汚れがあることを意味するとしています。また調理の現場で表面がつるっとした包丁などは200以下を推奨としています。さて、44万という驚異的な数値が、スポンジで軽く洗っただけで推奨値とされる200以下まで落ちるのでしょうか。おぉ、50、51。おぉ。テレビショッピング。ちょっと念入りに洗いましたけどね。いや、黙ってない。 Kalfa Channel。